この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、日向です。ということで、さあ始まりました金曜生です。キャッチキャッチ。この番組では旬な話題やお得な情報を僕ら日向がということでキャッチしますよさらに NCT コネクトでも生配信しております、はい、NCT コネクトを検索してアプリをダウンロードしてくださいね。よろしく。ということで今日ハッピータイムでお届けしたいと思います。長岡市与板地域に来ております。なんと本日の13日から15日の3日間、与板十五夜祭りが開催されます。こちらですね、なんと19時からこちらのメインストリート、与板のハッピーメインストリートですね、はい、こちらで民謡流しもあったりと、はい、十五夜祭りの周辺のお店の情報をチェックしたなと思います。ということで本日はグランピエール大石さんに行ってみたいと思います。早速行ってみよう。 P ちゃん行ってみましょう。お邪魔しまーす。いらっしゃいませ。笑顔が素敵な店主にお会いしました。はい、いらっしゃいませ。4代目の店主の長谷川博次さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、長谷川さん、ちなみにお店のご紹介を早速いただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。創業昭和、2年和菓子屋からスタートいたしまして、パンもやりました。そして、今は和洋菓子専門店になりまして、平成14年にですねリニューアルいたしまして、グランピエール王子と名付けまして、あの店を与板と三島でやっておりますので、ぜひあのよろしくお願いいたします。あと地域の皆様に喜んでもらえるように心を込めて頑張って、またお菓子作りをこれからも努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あったかいですね。もう素敵。もうあったかいね、はい、そんな素敵な情報をキャッチしたいなと思います。ピッチャー1個目いってみましょう。いってみましょう。てでん。長年地元で愛されまくってます。コンクールで優勝した〇〇〇ということで、シェフ、これは一体何でしょうか。あ、こちらのクッキーになります。はい、こちらです。はい、こちらのクッキーになります。種類たくさん。はい、これはちなみに何種類あるんですか。今はですね、まあ、7種類ぐらいしかないんですけども、うんうん、普段は10種類揃っております。おお。ちなみにこのおすすめはありますか。はい、ご用意いたしましょうか。あ、食べてみてください。いいんですか、早速。はい、もう始まってすぐ試食ができるなんて。あ、こちらがですね、はい、あのチーズのクッキーになります。チーズおつまみにも最適なクッキーになります。おー、いいですね。はい、ワインにも合いますかね。あら、こちらはくるみとかナッツをやっぱりベースにしたクッキーになりまして、うん、はい、まあ、くるみを今回用意させていただきましたんで、よろしくどうぞ。どっちも食べたいけど、じゃあピーちゃん早速だからどっちがいい。いいですか。はい、どうぞ。じゃあおチーズいいですか。はい、おチーズどうぞ。はい、上品に言いましょう。はい、はい、チーズですね。あら、あら、あら、やだ。あれはいただきますもう早速いきましょう。うん、あ、チーズの具合がすごく美味しくて、うん、食感もとてもサクサクで、おチーズありがとうございます。美味しいですか。ありがとうございます。じゃあ僕、ありがとうございます。はい、じゃあ持っててもらっていいですか。じゃあ僕、はい、じゃあくるみ、くるみどうぞ。いただきたいと思います。はい、すごい厚みが、形が変わってます。あ、くるみの甘い香りいただきます。うん、この音、うん、聞こえる聞こえる。これはもう何個でもいけちゃえる。ありがとうございます。甘さがちょうどいいから大人がこのままで美味しいですね。これ皆さん、ぜひ皆さんもお土産たくさんありますので、いろんな味を楽しんでください。ということで続いていってみたいなと思います。トゥーチーズ。でん売り切れごめん、素材の味を生かした丸々プリン。丸々プリン、これは一体何でしょうか。これはあの普通のふわとろプリンになりますけども、うん、地元の与板町を、うん、まあ、イメージして与板、うん、プリンなんですけど、こちらになります。あ、こちらですか。与板、はい、プリン、地元の並みちなんで与板プリンにいたしまして、はい、お手頃価格で200円で頑張りました。200円価格で頑張りまして、まあ、バニラビーンズと生クリーム、うん、卵、まあ、シンプルな素材でふわとろに作ったプリンでございます。こちらも試食されてみますか。いいんですか。はい、いいですか。ぜひ食べていただきたいと思いますんで。もう食い気味でもう最高じゃないですか。ありがとうございます。え、僕はいいんですか。はい、もう分かってたかのようにね、僕も食べたいですけどね、本当に。じゃあ、え、あ、しっかり持ってください。ずっしりしてますね。ずっしりしてます。あ、美味しそう。無重力軽い。いただきます。ふわふわのバニラビーンズが効いてる、これはうまい
ふわとろにまさしくふさわしい。これちなみに素材っていうのはバニラビーンズ以外何かこだわりあるんですか？あと卵にも、あの産みたて卵、新鮮な卵、本当中がふわふわですよこちら。これはお子さん、はい、ぜひお土産に、贈答用というお土産用にもあるんですよね。贈答用もございますんで、あれよろしかったらご贈答にもよろしくお願いいたします。最低かと思いますね、はい。じゃあ皆さん CM の後も素敵な情報盛りだくさんです。チャンネルはそのままで。マルキュー、人と人をつなげてゆくマルキューユニフォーム。日々の疲れを癒すボディケアと美味しい食事、また明日も頑張れる日帰り天然温泉阿蘇の湯。地域の人に寄り添う優しい美容室、お休みどころとしても気軽にお立ち寄りください。冠婚葬祭の着付けも受け付けています。美容院ビューティー立花。環境に優しい解体工事、土木工事、産業廃棄物の収集、運搬は当社にお任せください。成功者。よいた地域にございますグランピエール大石からお送りしております。金曜生です。キャッチ、キャッチ、うわ、早い、リハよりも早い。丸乗りキャッチ出ましたけれども、いいよ。さあ高橋さん、3つ目のキャッチお願いいたします。行ってみたいと思います。ででん、サプライズにぴったりオリジナルスイーツで気持ちを込めてです。オリジナルスイーツとはシェフ？ですね、はい、うちではですね、あのデコレーションケーキに、あのイラストクッキーを、はい、あのプリントいたしまして、うん、まあ、食用紅を色付けした、はい、あのジャムとかでも書いてるんですけども、食用紅で最近印刷したクッキーを、うん、まあ、3週間前まで予約いただければ、あのデコレーションでオリジナルなデコレーションを作ることができる、はい。どんな感じのやつですか？あ、今ありますね、こちらに。はい、車の絵とか可愛いね。そうですね。ちなみにもう一つのイラストクッキーというのはどんな感じでしょうか？そうですね、イラストクッキーなんですけど、はい、こちらに、まあ、今これからハロウィンシーズンといたしまして、こういうふうにプリントをしたクッキーをご贈答用、ギフト用に、あの作りまして、1個200円からプラス税なんですけど、200円プラス税でお作りしておきますので、うん、よろしかったらサプライズにぴったりですね、よろしくお願いします。で本日ですね、はい、あの2人にサプライズを用意しました、はい、このクッキーにちなんでサプライズを用意いたしましたんで、サプライズですか？はい、心してお待ちいただいて、サプライズ大好きよ、私たち。ドキドキキャッチね、あなた言っていいですか？キャッチお願いします。クッキーでございます、こちらでございます。すごいかっこいい。見て見て、ヨイタのキャラクターになってるじゃないですか。これ欲しい、このまま。あ、差し上げます。いいですか？これ見てください。十五夜祭りということでですね、タカちゃん、うん、今日は外でお祭りをね、はい、さっきからあの様子がありますので、じゃあちょっとこのクッキーの僕たちも男前にしてます、だいぶね。まあそうですよ、愛が入ってます、自分で言ったね、愛が入ってますよ。愛つながりで、タカちゃん、外にちょっとね様子を見てみたいと思いますので、いいですか？はい、どうぞ。じゃあちょっと外でレッツラゴーでお祭りの様子を。いやー、クッキーでも絵が映える、私たち2人嬉しいじゃないですか。ほら見て見て、ちょっと暗くなってきました。どうですか、タカちゃん、お祭りの様子は？あの灯籠がもう明かりがついてきて、はい、お祭りの感じがワクワクしてきますね。これからワクワクタイムということですね。さあ今日はこの与板祭りのことをですね、説明していただきます。与板町商工会の早川紀一さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日のですね、夜の7時半から、与板の商店街を会場に、大民謡流しが開催されてます、はい。参加者はですね、27団体、900人を超える市民が、与板オーケストラ与板林に合わせて、踊ります。明日なんですけれども、明日の夜4時15分からこの与板十五夜祭の、メインであります三段上り屋台がですね、それぞれ約70人を乗せてお囃子に合わせて100人ほどのですね、引き手によって、町を移動して神社に奉納いたします。その奉納の際に上る屋台坂、その熱気がですね、熱気と迫力がハイライトなんですよ。で昼にはですね、はい、子どもたちが楽しめるお祭り広場が開催されます。長岡大手高校のダンス部や、バルーンパフォーマーのステージイベントがありまして、はい、盛りだくさんのですので、ぜひ、お越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
もう内容的にも素晴らしいです、ね、同じこと言おうとしましたね。盛りだくさんですね。さあ、その盛りだくさんなんですけれども、駐車場の方はございますか。あ、いるね。はい、与田市場にですね約80台の無料駐車場がありますので、そちらをご利用ください。なおですね、この上り屋台、はい、奉納されるときがですね一番メインになります。午後8時からですので、その頃ぜひお越しいただければと思います。神社はちなみにどのあたりなんでしょうかね。ここを登っていったところですね。あ、こちらの方で、はい、お願いいたします。ぜひ、このお祭りの模様ですね、 NCT でも、10月の5日土曜日からですね、与田十五夜祭り特別番組として放送されます。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、おじさん改めてですね、あ、シェフ、じゃあ番組の皆さんにですね、はい、熱いメッセージをお願いします。与田祭り開催しますんでよろしくお願いします。ご来店、ご来店もお待ちしております。私が緊張してます、すいません、はい、熱い思いでお伝えしました。はい、キャッチ、熱いキャッチ、嬉しいですね。嬉しいですね。さあ、そして我々日向、はい、来月で20周年を迎えますけれども、僕ら10月の20日長岡市立劇場で単独ワンマンコンサートを挑戦いたします。さあ、そこに向けてですね、なんとなんと、はい、ちょっとすみません、目がちょっと悪かったです。ペア30組60名様チケットプレゼントでございますので、はい、そうですね、はい、はい、なのでペア30組60名様に、はい、はがきからホームページからということで応募ができます、はい、そして10月の10日に消印有効なので、皆さんぜひ、はい、今これ見てるご覧の皆さんね、今チャンスなのでぜひ10月の20日ワンマライブに遊びに来てほしいなと思います。絶対来てください。さあ、おお、ということで来ました。良い盾も現れた。ミッションです。はい、こちら行ってみましょう。早速めくってもいいですか。はい、行きますよ。じゃじゃん。良い盾の魅力を歌と踊りで表現して。歌と踊りですね。来ましたね、歌と踊りで。はいはい、じゃあちょっと皆さんでちょっと手拍子をいただいてもいいですか。パンハッよっ、よいさ、あ、よいさ、ここはよいた、よいとこみんなで行こうさ、よいた、みんなの笑顔が詰まってる、はっ、よっ、よっ、よいた、よいさ、あ、よいさ、あ、よい、よいさ、みんなで、よいさ、あ、よいさ、あ、よい、よいさ、あ、よいさ、あ、よいさ、あ、よい、よいさ、はい、グランピエール。おいしい。ありがとうございます。ご感想を聞いていただけますか。気合い入りましたけど、感想いかがだったでしょうか。とっても熱い思いが伝わったいい歌だと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。感動しました。優しい笑顔、良いと温かいですね、はい、さあ、ということで次回の放送が9月の27日の長岡市豊詰であります豊詰酒場食堂のビリケン屋さんに伺いたいなと思います。ですね、もうね、食事も含めて、そして店主の笑顔があったかいお店に行きたいと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てほしいなと思います、はい、そしてこの後7時からはこちらでお祭りが始まりますよ。皆さんぜひハッピーを着てテンション高めで来てほしいなと思います、はい、それではまた再来週、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。